はい、フロントで聞いたところ両替ができなくて、もう銀行も閉まってるので明日の10時にここのところに行くとできるよってことで無理でした。でホテル内で伊豆だけつけで買うことができたんで今日はこれだけで過ごしたいと思います。